おはようございます。今日はですね、ジャッジの旅第3弾、やっていきたいと思います。ちょっと待ってくださいね。ほい。今日のオファーは全九州学生競技ダンス連盟からですね、今日はオファーをいただいて、その中でもですね、 OB OG 戦っていう交流戦の今回はジャッジに参加していきたいと思います。あんまりですね、知られてないかもしれないですけどね、大学にはですね、武道研究部というものがありましてですね、かっこ盛んにやっててですね、とても面白い大会になってるんですよね。私はプロの立場で今回ジャッジさせてもらうんですけども、すごく楽しみですね。学生のみんながしっかりと練習した成果を発揮し、それを真剣にジャッジしていきたいなと思ってます。水分補給に十分類しながらやっていきたいと思います。それでは学生諸君、頑張ってください。ピュン。はじめに新人戦1、2回生の部門の各校の練習です。この間に今日の実行委員長や OB OG 会長と審査の流れの説明を受けます。向かって正面にある席、生徒の保護者や一般の見学者の席になります。どうも皆さん、こんにちは、井川です。新人戦の頃の決勝の思い出なんですけど、そうですね、だいたいこのぐらいの時間帯になるとお腹が空いてきたりしてたので、なんかさっきバナナ食べとけばよかったなとか、そういうこと考えながら怒ってました。あとは床がいつもよりちょっと違うんですよね、大会の時って。だからちょっとヒールがちょっと滑りやすくて、なのでさっき雑巾もうちょっとあと5回ぐらい踏んどけばよかったなとか、そんなこと考えて踊ってました。あとそうですね、時間帯もそうなんですけど、やっぱ猛烈な睡魔にも襲われるのがこの時間帯なんですよね。だから決勝の時間帯っていうのが一番精神的にプレッシャーのかかるタイミングだったんじゃないのかなと思います。あとはホールド綺麗にやっとこうっていう、そのぐらいの気合でやってました。こんにちは、トミです。新人戦の思い出なんですけど、初めて出た時はとにかく失敗したり間違えたりすることを気にするよりも、元気いっぱいに踊った方が上に上がれるよって先輩にアドバイスもらったので、とにかく元気いっぱいに
踊ることを意識してたと思います。あとは私の大学は男の子の方が人数が多かったので何かの男の子と踊らないといけなかったので個人戦というよりなんかチームみたいな感じでみんなで一緒に決勝に上がろうねっていうふうに言ってたと思います。そしてその後が先輩たちが踊る団体戦なので団体戦につながるようにみんなで優勝を目指そうねってやってたと思います。以上です。無事球3台に着きました。今日は学生の試合になってます。第8回、もうここまで行ったんですね。まあ、僕も8年前からですね見させていただけてるんですけどとてもいい大会だと思います。今日はジャッジ頑張ります。森川先生意気込みは9 9って言われた。あ、どうぞ。あの編集するんでいつでも。今日はこれです。おう、もう8回になりました。おう、僕も8回来てます。はい、なかなかいい試合です。頑張ってください。素晴らしいですね。ありがとうございます。お疲れ様です。原田和夫先生です。はい、皆様おはようございます。今日はとても暑いです。まあ本当倒れないように頑張らないといけないんだけど、まあ、それ以上に今日選手がすごくね普段でもねノリノリなのにこんな暑くて倒れるんじゃないかなってね思うんですけど、まあ私も倒れないように、まあ、しっかり頑張っていきたいと思います。じゃあ今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。